泣いて笑ってつないだこの手は。ブエナスノーチェス、俺のモルトだ。今日も休み前の一杯していかないか。ようやく涼しくなったな。秋の夜長には照明を落としジャズを流しウイスキーをロックでまったりなんてことをやってると、嫁から一言、生きってんじゃないよと言われちまう季節がやってきた。これは嫁あるあるだと思っているんだが、みんなは経験ないか。さて今回はリクエストボトルの紹介だ。今回で39本目のリクエストボトルは、7月の俺モルウイスキー総選挙で 3.2 票を集めたこのボトルだ。スペイサイドシングルモルトスコッチウイスキー、アベラワー12年ダブルカスクマチュアード。投票に参加してくれたみんな、ありがとね。ウイスキー愛好家の間でもアベラワーは大人気の銘柄だが、俺のモルトで紹介するのは今回が初めて。何より俺自身飲むこと自体初めてだ。何度も言ってることだが、ボトルリクエスト企画は俺と仲間たちの絆、みんなのおかげで俺は今日も新しいウイスキーを知ることができて、その味わいをみんなと共有できるということ、素晴らしく豊かな経験だ。改めてみんなありがとね。さて飲む前に、このボトルが生産されているアベラワー蒸留所について押さえておこう。アベラワー蒸留所はスコットランドのスペイサイド地区アベラワーという町にある。創業は1826年、あと3年で200周年を迎える老舗の蒸留所だ。現在のオーナーはスピリッツメーカー世界第2位のフランスのペルノ・リカール社だ。ところでアベラワー蒸留所の創業は1826年と紹介したが、ボトルを見てくれ。ちょっと見づらいかもしれないが、創業は1879年と書いてあるんだ。どういうことか気になって調べてみたら、イギリスのウェブサイトスコッチウイスキー .com に情報があった。確かにアベラワーは1826年にできた蒸留所だが、1879年に大規模な火災が発生して敷地の大部分が燃えてしまったそうだ。そこで少し場所を移して現在の住所に蒸留所を建て直したんだ。つまりボトルには新しく建てた蒸留所の創業年が記されているということ、みんなも覚えておこう。さてこのアベラワー12年ダブルカスクマチュアード、その名の通り2種類の樽で熟成したモルト原酒をブレンドしたもので、一つはアメリカンオークのバーボンダル、もう一つはスパニッシュオークのシェリーダルだ。みんなも知っての通り、たくさんの蒸留所でバーボンダルとシェリーダルをブレンドしたウイスキーがリリースされているが、銘柄によってブレンド比率も味わいも様々、ゆえに好みも結構分かれるのがダブルカスクの面白いところだね。さてこいつは一体どんな味わいなのか、実際に飲んで確かめてみよう。ボトルを開封するときはいつだってワクワクするもんだ。いただきます。オレンジマーマレードを思わせる甘酸っぱさ、蜂蜜のフローラル、ほんのり桃のような爽やかさも感じる。華やかでフルーティーな香りだ。ブイニシマ、なんというハイバランスな味わい。フローラルでモルティ、まるで蜂蜜がけのバゲットといった雰囲気。オレンジを混ぜるビターな柑橘感、華やかで上品な紅茶を混ぜる温かみを伴った渋みが何とも心地いい。余韻の最後までモルティで、華やかさと酸味、そして渋みのバランスが絶妙なアダルトの味わいのウイスキーだ。それでは今回も擬人化テイスティングしてみよう。このウイスキーを人間に例えるとどんな人物になるのかまとめてみた。これだ。そういえばこの動画が配信される頃には第4回オレモラーズミートアップの1次会が終わって、2次会3次会で盛り上がっているタイミングかもしれないな。果たしてどんなミートアップになったのか、詳細は追ってレポートするから、みんな楽しみにしていてくれよね。さてこのアベラワー12年ダブルカスクマチュアード、経験豊富な頼れる大人の人物像が現れた。性別は女性、年齢は45歳、小綺麗で落ち着いた大人女子、派手さはなくナチュラルメイクだが熟した大人の色気を感じる佇まい。酸いも甘いも経験しサバサバしていて若い後輩に頼られる存在だ。例えるなら女優の木村多江。一体なぜこのように表現したのか、まずはここに注目だ。このウイスキーの味わいをシンプルに表すと、特に甘み、酸味、渋み、華やかさを感じるが、その中でも渋みの印象が強いんだ。この渋み強めのバランスこそこのウイスキーのアイデンティティであり、こういった擬人化像をイメージづけるものだ。まず飲み込んだ瞬間に感じるのはフローラルな蜂蜜を思わせる甘みと甘酸っぱいオレンジの柑橘感。ポイントはこれらが決して派手に主張せず、優しく落ち着いた凛とした女性らしさを感じさせるところ。幸が薄い顔立ちで化粧
顔も薄めだが、どこか色気を感じる。そういった女性的なエントリーなんだ。さらに面白いのはここから。飲み込んで5秒ぐらいすると、まるで樹液を思わせる。土っぽくウッディな渋みが、味わいの裏でグググッと広がってきて、それはやがて、味わい全体を支配するように強くなる。この渋みの強さから、決して若くはない。年齢にすると、45歳という大人のニュアンスを感じさせるんだ。余韻の中盤では、硬いバゲットを混ぜるモルティな香ばしさや、ほんのりバナナを混ぜる明るいフルーツのニュアンスが鼻から抜ける。そして余韻の後半からは、上品な紅茶のようなニュアンスが長く続くんだが、これがまた渋いんだ。この渋み強めの神バランス、渋さが際立ちつつも、どこか華やかで優しく甘い。まさに酸いも甘いも知っている、経験豊富な大人の女性を思わせる。この魅惑のキャラクターに、たくさんの若手が人生のアドバイスを求める光景が目に浮かぶ。このウイスキーは、人として様々な経験を乗り越え、自分色に落とし込んでものにした、強い女性の生き様を感じるような味わいだ。それでは今日の総評だ。このアベラワー12年ダブルカスクマチュアド。オフィシャルのテイスティングノートで予想した味わいとは印象が違って、ウッディーな渋み、ビターさが強く出た人間臭い大人の魅力を堪能できるシングルモルトだ。この渋みがスパニッシュオーク由来のものだとすれば、ブレンド比率はアメリカンオークよりも高そうだな。特にスイート系よりもビター系ウイスキーが好きだという仲間はぜひ飲んでみてくれよな。さて、来週10月27日金曜日は、俺の生配信の新しいテーマ、質問会を行う。質問会は、みんなからのチャットに集中して答える生配信だ。前回の質問会での反省点を生かして、より豊かなコミュニティにしていこう。俺のモルトに質問や意見がある仲間は、ぜひ参加してくれよね。それでは今日はこの辺で、ブエナスモテス。お、やすみ。